武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学社会科学部の2017年の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、配点が40点で時間が60分、大問が2題、出題されております。で、大問2題のうち1題が現代文の評論、もう1題が言語間の融合問題という形になっております。で、融合問題となっている分、その古文漢文それぞれの文章量はあまり多くない、形式となっておりますが、まあただ大問、通常の大学の2つ分と比べるとやはりちょっと多く、実大も3つ分ぐらいの量はあるかな程度の、形ですね。で、問題の、質としてはですね、難易度的に結構その大問が2つしかない分ですね、大問の中での難易度差が割と上下幅が大きいっていう点と、あとはその問題がなんていうか、その問題数が1つの長文に対して結構詰まっているので、なんというかその全体内容を抑えてないと解けないようなものを聞いてくる問題が割と多い印象ですね。なのでそのなんというかその傍線部だけで聞いてしまうと、その設問数が多い分どうしてもピンポイントで読めてしまう問題になりがちなところを、選択肢などを結構その広い範囲を抑えるような問題で聞いてくることによってですね、難易度を上げているところがあるかなという印象なので、割とその解くときにですね、その選択肢の周辺だけじゃなくて、常にその本文全体がどういうことを言いたいのかとか、でこのあとその傍線のあとどういう話につながっていくのかっていうような全体の流れを追いつつ選択肢を選ぶ意識を持っておいた方がいいとは思います。なのでその問題に当たるときはできるだけ本文を一度全体を押さえた上で、その設問ごとに細かく読んでいくような形で、取り組んだ方がいいかと思います。で、古文漢文の内容に関しては、これはまあ通常通りルートしっかり終わらせておけば、まあ早慶レベルまで、まあ早稲田レベルですね、までやっておけば、十分対応できるかとは思います。で、まあ文学史の問題なども出ているので、文学史まあ確実に取れる部分なので、余裕があったらしっかりやっておきたいところですね。スピード攻略文学史などでしっかりやっておきましょう。で、まあ、それ以外の部分に関しては通常通り早稲田レベルの参考書やって、で、あとは過去問でいろんな早稲田の学部、他学部の問題も触れておくことをやっておいた方がいいでしょう。社学だけではなくてですね、他の学部もやっていくことで、そのさっき言った難易度の上下幅が広い部分に関しても、まあ、他の学部と絡めて考えればそこまで別に上下してるわけではないので、まあ、そこは慣れていけば十分対応できると思うので、社学だけの問題、というわけではなく、しっかりですね、まあ周辺の、まあ、例えば小学部だったり、まあ、教育だったり、まあ、政経だったりあたりの学部の過去問などに、触れておくといいかとは思います。以上が国語の勉強となります。